本日は新津の人気店大正ラーメンさんに来ております。こちらはね、唐揚げの乗ったデカ盛りのラーメンがあるということで、どれぐらいのデカ盛りなのか楽しみです。この餃子も美味しそう。大正スタミナ野菜が一番ボリュームありそうかな。ランチタイムはハンライスサービスだったり、卵の日なんてあったり、すごい。はい、こんにちは、おしんちゃんことおばせやです。今日はね、大正ラーメンさんにちょっと滑り込みでお邪魔させていただきました。最後ギリギリの方でお邪魔したので、今日はね、一杯、とりあえず一杯になるんですけど、結構一杯がね、デカ盛りな感じなんで食べていこうと思います。ちょっと気になる桃太郎サワーというものを頼んでみました。この桃太郎ってね、新潟のご当地アイスなんですけど、いただきます。乾杯。うん、やっぱり安心してるということだし、前も信用してるってことだし、どこでも信用してるってことなんで、そういう使いがお互いにできる必要ですか。これは、ウサムが何も言わない。これは、こうやって多分、桃太郎をどんどん動かした方が美味しいんだろうな。人間としての付き合いを考えるよな。まずは餃子が来ました。結構1個が大きいです。さあ、大正味噌野菜、こちらを野菜増しでチャーシュートッピングしていただきました。あと、この今日はね、卵サービスの木曜日なので、この何この唐揚げの器具がすごいです。この時点で3500あります。では、では早速いただきます。どっから行く、まずするか。野菜の上にネギもたっぷり。玉ねぎ、白菜、人参、結構シャッキリ感が残ってます。ちょっと感動なんだけど、野菜炒めにお肉も入ってます。なんだろう、地味深い味わいっていうんですかね。こってりとかそういうでもないし、けどなんかあっさりなんだけど美味しいみたいな。やり方は変えようと思えば、僕らも変えられるよ。でもさ、言うことはいっぱいあるんだけど、じゃあそれを掘り起こしたちょっと濃いめに寄ってるところが多いと思うんですけど、お味もちょうど良いので、最後までこれ絶対飲み干しちゃいます。チャーシューも美味しい。追加で、もうね、今日終わりなんで、ありがとうございます。大正ラーメンさんが女性の方がやってらっしゃると思わなかったです。今日はでも全然もっとラーメン15杯とか食べます。15杯、はい。ごま塩のご飯をサービスしていただきまして嬉しい、ありがとうございます。まず唐揚げそのままいっちゃおう。薄衣の中のお肉がジューシーな唐揚げです。
ほんのりカレー味に新潟らしさを感じます。米あえてスープにインしてみよう。スープに浸ったところで唐揚げ、スープインの唐揚げもいいですね。衣が適度にしっとり、もう私としたことがちょっとニンニクも入れてみよう。これすりおろしのニンニクだ。なんかニンニク入れるとまたガツンとした味になって、ね、最初から入れるの話ですね。あえて最初この優しい味わいの味噌スープを飲んでからの味変でニンニク、これおすすめ。ここで餃子に浮気したい。あーすごい大きい餃子です。まずはそのまんま、うん、ちょっと変わった餃子かもしれない。他とね、他でなかなか他で食べられる習慣だとまたちょっと違う。ね、お味はなんかシューマイに近い感じですかね。テレビチャンピオンの大会で一応準優勝したことがあって、はい、それとかきっかけで結構みんな見てくださってて、はい、ありがとうございます。卵いっちゃいます。ライスインしております。うち妹は食べないんですよ。妹も食べてくれたらなんか動画的にも面白いんですけど、最後餃子で締めます。5分食べれますね、はい、ちょっと閉店間際にお邪魔したので、ご飯がちょっと今日は余り気味だったそうで、サービスしてくださいました。優しい、ありがとうございます。もうごま塩まで嬉しい。いっぱい食べます。回転寿司100皿とか食べます。100皿、うん、すごい。一口、ごちそうさまでした。いや美味しかった。ちょっとまさかこんな時間にこんなボリュームたっぷりで美味しいラーメンがいただけるとは。ありがとうございました。この別の瀬の唐揚げがまた美味しくって、ラーメンも美味しくって、お店の雰囲気がねもう一発で気に入っちゃいました。おつまみ系メニューも充実していて、なんかもうこれはちょっと長い申し訳ないんだけど長いしたくなっちゃうラーメン屋さんで、ぜひぜひ大正ラーメンさん行ってみてはいかがでしょうか。木曜日は卵のサービスで、ランチタイムはハンライスサービスなんていうのもやってらっしゃいます。ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良いと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございます。